れだよ、クリスマスって本来は家に引きこもる日だよ。だって寒いでしょ。はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、これからですね、ちょっとお買い物と言いますか、来月はですね、とうとうなんと独身の私には辛いクリスマスがやってくるということで、クリスマスの準備をしなければいけないと思いましたので、今日はこれからお買い物に行っていきたいと思います。まあ、お買い物というかね、クリスマスケーキとかの予約をしたいなということで、これからちょっと東京駅の方まで行ってきたいと思います。まあ、今回はですね、私予定があるわけでもないですし、一人で過ごすことにはなるんですけれども、家で引きこもるなら、どうせならちょっとなんかいいケーキを買おうかなということで思い立ったので、今日は東京駅に来ております。よし、エレベーターあった。あ、なかなか閉まらないぞすぐ閉まると思ったら閉まんなかったクリスマスツリーある、いいね。なんかクリスマス来たって感じするよね。魔法のバラとイチゴたち、高そうなんかな、一人で食べるからあんまりね、でかいのにしても後で困るのはあるんだよね。でもショートケーキがいいんだよな。クリスマスケーキといえど私はショートケーキ推しなので。あった、どうしようかな。やっぱこれに惹かれてしまうところはある。15センチってこれって何人用ぐらいですかね、サイズで言えば。4等分とかにすると結構かなりボリュームがあると思います。このそうなんですね。中はイチゴなんですね。中もイチゴです、うん、これ一つお願いしていいですか。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで結局大きなケーキを頼んでしまうというね。まあでも美味しそうだからいいでしょう。なんかもっと小さめのケーキもあったんだけど、やっぱ贅沢したいなっていう気持ちが勝ってしまうのは人の業。なんか美味しそうなジュースあったからジュースだけ買って帰ろうかな。あ、高い、972円もする。でも今の看板商品みたいに書いちゃったからな。ブドウたっぷり使用してます。これにするか。すいません、シャインマスカットジュース1つ。はい、ゲット、シャインマスカットジュース。美味しそうじゃない。でもこれが972円だっけ。結構しますね。クリスマスだな。なんかね、ちょっとふと寂しくはなるんだけど、クリスマス限定商品とか見るとね、ちょっとウキウキするというか。あー、シュトレン買おうかな。シュトレン美味しいんだよね。じゃん、先ほどの紀ノ国屋で結局クッキーを買いました。クッキーとバームクーヘンのギフトセット的なやつね。なんかクリスマス感あるからこれにしようと思って。やば、マスカットがすごい色になってる。でもまあこれだけね、酸化して色が変わるってことは、ちゃんと新鮮なマスカット使ってますよって証拠だよね。じゃあいただきます。じゅん、めっちゃマスカットだわ。マスカットそのまま飲んでる感覚だ。こで、あとはね、今回はせっかくなんでクリスマス気分を先取りということで、こちらクリスマスのギフトパック的なやつ買ったんで、ちょっと先に食べちゃいたいと思います。で、なんかね、このセットの中にこんな感じ、バームクーヘンとクッキーが入ってるんだけど、このクッキーがクリスマスツリーの形してるんだよね。まずこれ食べよう。北風が吹いてくるね。北風小僧のカンタロー、カンタローって歌あったよね。ほら、可愛くない？クリスマスツリー型のケーキ。え？ケーキじゃねえわ。クリスマスツリー型のクッキーいただきます。うん、めっちゃサクサクで美味しい。なんかクリスマス島の塩クッキーって書いてあって、
クリスマス島で採れた塩を使ったクッキーらしいんだけど、クリスマス島なんてあるんだね。知らなかったわ。本当はね、家にもクリスマスツリーを設置したりとかしたいんだけど、一人暮らしの家の女にクリスマスツリーがドンってあったらちょっとやばいかなっていう。まああとクリスマスツリーを置けるようなスペースがないからな。早く広いお家に引っ越したいもんだ。もう車にお金を使いすぎてお家にあまりお金を使ってないっていうね。まああれなんだよ、お金がある中でもどこに来るお金を使っていくかっていうのはね、やっぱね、その人の感性といいますか、まあ、物の価値観によるところだからいいんだよ。とりあえず私は車にお金をかけよう。でこんな感じでね、ちょこちょこね、人もいるんですよ。人もいるんだけど、まあ私がねここで急に踊り出したところできっと誰も何も思わないでしょう。それが都民。なんか知らない人と目合っちゃって恥ずかしくなった。なんかクリスマスケーキを注文しただけなのに疲れたっていう。今日はこれで終了です。終了です。ダメだ、最近ね風邪なのか花粉なのかって思ったけど多分花粉なんだよな。秋花粉にやられてます。いました、ポルトフィーナくん、お利口にしております。いいね。皆さんはクリスマスどうやって過ごすんですかね。やっぱクリスマスってお家で引きこもりが多いんじゃないのかなと思うんだけど、どうだろう。なんかちゃんとイルミネーション見に行ったりとか、ちょっと素敵なレストランに行ったりとかってするもんなのかな。まあ私はね引きこもりなんで、ちょっとお家でおとなしく今日買ったクリスマスケーキを食べてもりもり太るデブ活をする感じですかね。こういう日本人ってさ、まあ、クリスマスがどうのとか、なんかハロウィンがどうのとかね、イベントにカッコつけてちょっと贅沢をしたがるというか、まあ私ももちろん日本人なのでそうなんですけど、まあ、こういうねイベントを楽しむっていう気持ちはまああるんですけど、なんだかんだ花より団子的なところはあると思います。まあ、なんで今回は私もねクリスマスというイベントにカッコつけてちょっと贅沢なケーキを頼んでしまったりとかね。まあいいんだよ、冬のボーナス入るから。みんな冬のボーナス入った？まあ、私の場合はね夏のボーナスより冬のボーナスって低く設定されてるんで、ちょっとね思ったよりは入らないんですけど、まあそれでもね入ることには変わりないんで、臨時収入、そういう臨時収入を使ってね日々お仕事を頑張る自分へのねぎらいということで、贅沢なご飯を食べるのもありなんじゃないのかなと。まああとねどっか適当に外行って食べるよりかは安く済むんじゃないのかなと思ってるんだけど、どうかな。まあでも6000円のケーキを買ったからなあまり安くは済まないか、ね、でもああいうホールケーキを一人で食べることってないじゃないですか。よくない、たまには。あそうだ、実はですね12月は私の誕生日もありまして、で私の誕生日は実は12月31日という大晦日なんですよね。まあ、大晦日に誕生日なんで、ちょっと大晦日はねまたケーキを食べようかなと思ってるんで、12月って私ケーキをね2回も食べれちゃうんですよね。いやーなんで12月結構好きなんですよね、自分の誕生日でケーキが食べられる、そしてクリスマスということでまたケーキが食べられる。なんか大人になるとケーキを食べる機会ってあんまりない気がして、子供の頃はまだなんだろう、家族一緒に住んでるからその家族の中の誰かが誕生日だったら、あやったケーキ食べれるみたいなのあったと思うんだけど、大人になるとちょっとこういうクリスマスとかね自分の誕生日っていうところじゃないとなかなかケーキを食べる機会がない気がしています。まあ、なんで今年の冬もね楽しみたいかなと思います。あの今年の冬の間に私にやってほしいこととかありましたら、ぜひコメント欄でご意見いただければと思います。寒くなってきたしそろそろ温泉とかも行きたいんだよな。でもクリスマスの過ごし方でちょっと思ったんだけど、あのどっか外に行くとするじゃないですか、あのちょっとねイルミネーション見に行ったりとかショッピングしたりってすると、家族連れだったりカップルとかがね大量にその辺りにいるわけじゃないですか。だからそういうのを見るとちょっと心が削られるというか、
私は一人なんだよな、いいねっていう気持ちになっちゃうんで、そういうのを見ないためにもクリスマスに引きこもるっていうのはすごく大事なことなんじゃないのかなと思ったりしております。ダメだよ、クリスマスって本来は家に引きこもる日だよ。だって寒いでしょ、寒いから家に引きこもってクリスマスケーキを食べて、あーサンタさん来ないかな、来ないかな、はあ、もう私大人だから来ないわって思う日なんですよきっとはい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあねー、バイバーイ。このね、ルームミラーからこの後ろの車の人の運転席が覗けるんだけど、それを見てね変顔をしてね、ほら私がどんなに変顔をしたところであなたは気づけないでしょっていう喜びをたまに噛みしめてるんですよね。